こんにちは、フィジカルトレーナーの稲垣弘和です。部活休止中の中高生の皆さんに自宅でできるトレーニングをご紹介いたします。5回目の今日はライジングです。地面を踏み込む動きの学習と、それを上半身までつなげる動き、またダイナミックなストレッチのような動きも含んでいますので、ぜひやってみてください。足踏みをするのに合わせて、踏んだ方の足の側と同じ手を上に持ち上げていきます。バンバン、横に移動しながら行っても構いません。同じように反対側、反対側も同じように行います。手を伸ばしていく、踏んだ力、地面を踏んだ力が指先までしっかり抜けていくような感じで踏んでいきます。足が外に、外の足側が開いてしまわないように、しっかり足をクロス、こっち側の足はクロスの方に持っていくようにしてください。リズムよくできれば、タン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 とできるようになっても構いません。やってみてください。